はい、3枠目入ります。3枠目、3枠目、3枠目。2018年5月の14日、朝の8時11分です。よろしくお願いします。でだ、リーバイスのすごい、リーバイスが上場してた時の話がすごい泣けるんだよ。リーバイスって言ったら、まあ世界中で知らない人がいないですよ。知らない人が。でだ、リーバイスが上場廃止した理由知ってる？みんな。リーバイスが。ちょっと語るよ。リーバイス、上場。リーバイスが上場廃止したエピソード泣けるから。ね。リーバイスは、発展途上国に契約工場を持っていて、早くから児童労働の回避を含むプログラムガイドラインを制定していたと。要は子供たちに働かせるなと。で、92年、工場で年齢、要は幼い子供が働いてた実態が明らかになった時、この時リーバイスが取った方針は何をしたか。何をしたかだよ。わかる？さあ皆さん、ここでクエスチョンです。上場企業のリーバイス、ね、子供たちは働かせたらダメですよって、ちゃんと大人が働いてください。要はね、今で先進国で当たり前だけど、子供たちを働かせる国もありますよ。先進国じゃない発展途上の国は。で、92年ある時、子供を働かせてた実態が明らかになったと。大問題ですよ。さて問題です。リーバイスはどうしたでしょう？のんちゃん、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 のりこ、のりこ、のりこ、のりこ寝てんな。のりこのリーバイスは、のんちゃんの赤いね。のんちゃんのオレンジじゃない、赤だね。のりこのは、これなんて見ればいいの？ウエスト28、L ってなんだろう？ L が32って書いてある。のんちゃんのサイズでこれだね。のんちゃんのはウエスト28って書いてあるよ。 OK。のんちゃん28だね。ウエスト。L って何なんだろう。これメイドインチャイナだったと思ったな。中国製だね。中国製。人遊び？ 28 だね。バカありがとう。でだ、どうよ。リーバイスの子供がね、子供が働かせてた実態の時に、ね、現地に学校を作ったんですよ、リーバイスさんは。すごくない？経営者の鏡でしょ？ダメだよって働かせたら、分かったよって言って、ね、上場企業のおい、菩薩さんいらっしゃい。かっこいいでしょ？会社の方向として。で、分かった、働かせたらダメだよっつって、無償で学校を作ったんだよ。で、その子供たちが学校を出たら、うちの会社に勤められるようにって言って学校を作ったんだよ、無償で。ここで問題が起こった。アメリカで問題が起こった。いくよ、かっこいいよ。ここ株主が怒ったんですよ。ふざけるなと。我々が出資した金で学校を建てることは何事だと。株主が怒ったの。要は、学校を建てる資金があるぐらいだったら、ね、株主に利益を還元するのが、ね、上場企業の務めなんじゃないのって。その時に、リーバイスが取ったのは、じゃあ上場をやめますって言ったの。かっこいいでしょ？どうよ。金儲けのためにやるんだったら僕らいいですっつって、リーバイスは上場を廃止したんだよ。めちゃめちゃ熱くない？リーバイス。どう？どう？熱くないですか？学校を建てる。ね、リーバイス買ってくるでしょ？マジで。
俺はこのエピソードが好きなんだよ。粋っつうか、いや金儲けよりも大事なことがあるんだよっていう。この子たちが雇用を守ることって、まあリーバイスね、アメリカの工場潰れちゃったんだけどねまあまあそこはいろいろあるんだけど、うん、だから俺はリーバイス好きなの、うん、やっぱりそんじょそこらのジーパンメーカー、世界で初めてジーパンを売り出したやっぱりメーカーですから、リーバイスは、我らがリーバイスは、うん、その精神を身につけるのは大事でしょう。やっぱりそのリーバイスさんだろうね、多分わかんないけど、リーバイスジュニア3世だろうね、うん、おそらく、うん、作業着だからねこれは、うん、いや好きなんだよ、なんかリーバイスかっこいいんだよ、とにかくなんかね直感でわかるんだよ俺クラスになると。いやいろんな、俺が履いてるのは日本でも作ってる、俺のはトルコ製、のんちゃんのは中国製、どこでも作ってる、だから世界各国にあるけど、ただアメリカの工場は潰れちゃったの、もうだからリーバイスファンからするとリーバイスは終わったって言われてるの。リーバイスは工場いろいろあったけど、アメリカで作ってるアメリカの501がリーバイスだっていう風に言われてたのに、そう、武骨さ、野暮ったさ、やっぱその国で生まれた文化っていうのがなくなったっつって、終わったって言ってみんな悲しんで、リーバイスがもうダメだってなってて復刻したっていう話の、それが5月から売り出されてますよっていうのがさっきの話、その本物の501が手に入るよっていう、まあいくらかは知らん、多分1万8000円いかないと思ったけど、一番安いラインナップで、うん、メイドイン USA ね、それが今手に入るよっていう話よ。そう。だからまあリーバイス501は買いなんじゃないのっていう話につながるの。何十万もするのか出たの。うん、いやっていうかね、それはね、また、うん、っていうかね、まあそれはもうなんつうの、流行りだよな。流行り。ただ単に。リーバイスショップ見てみるか。うん、多分今出てるはずなんだけど、リーバイスショップ501ちょっと見てみましょうか。で501って言ってもいろいろあるのよ、501って言ってもだからこの辺レディースだろうね、もうだからあれだよ、うん、じゃあ本物の501だよ、やっぱ履くべきは。メイドイン USA どこだ、いろいろあるから、だからただ単に501を俺も履いてるよっていう世界じゃないから、どこさんなのって、綿 100% なの、ウォッシュなの、ノンウォッシュなのとか、うん、何年モデルなのとか、そこが面白いの。電話はしないよめんどいよ。リーバイスヴィンテージコットン501、まあ高いでしょ、3万2000とかするでしょ。でも別にリーバイスショップで買わなくても、ぶっちゃけアマゾンとかでも安く売ってるから、そこもあの微妙なところなのよ。別に定価で買うのどうなのとか、ネット通販の方が安かったりもするから、ほら1000円オフとか書いてあったりとか、だからそこはもうみんなに任せる、店員とのコミュニケーション取るのか、あの定価で買うのか、ネットで安く買うのかとかは、その辺は任せますよ。あれどれなんだろう、その新しいやつ、ちょっとわかんねえな、ちょっとその辺わかんないけどね。俺は工場だから期間限定で復活させたんでしょ、職人呼んで、でディーゼルのデニムっていうのがまたクセモンなんだよ。ディーゼルがね、またディーゼルのデニムはかっこいいんだよ。俺はね、正直ね、ディーゼルは俺はライバルだと思ってる。ディーゼルのデニム、正直言います、いいんですよ。むしろね、ディーゼルはライバルなんですよ。高いけどね、かっこいいんだよ。デザインもいいし、値段も高いし、いやー、あいつらいい仕事する。あいつらディーゼルのジーパンいいんだよ、本当に。いや、ディーゼル邪道だと思ってるでしょ、思ってるでしょ。違うんだよ、ディーゼルの
ディーゼルは今伸びてきてるの。ジーパン業界でもかなり評価高いんだよ。そのね、ディーゼル邪道って言ってんのは昔のあれなの。ジーパンいいんだよ、ディーゼル。ディーゼルのジーパンはね、結構ね、攻めてきてるんだよ、最近。イタリア製じゃないのかな。いやだからね、どれの深夜食堂みたいなね、ああいうね、にわかのね、なんか女受けいいのはね、ディーゼル履きゃいいんだよ、本当に。ああいうなんか女の子にどやりたいやつはディーゼル履けよって話なの、俺からすると。こっちはリーバイスだから、本物はリーバイス履くから、にわかはディーゼル履いとけよって話だよ。にわかは絶対ドレさんとかディーゼル派だから。俺絶対予言できるよ、ドレさん、ジーパンのメーカーどこ好きって聞いて、今度絶対あの人はディーゼルって言うから。やっぱジーパンディーゼル、俺が持ってんのはディーゼルかなとかいうタイプだ。六本木に住んでるやつ大体ディーゼルだから。ねえ、ドレさんディーゼルっぽいでしょ。そう、大体ね、ディーゼルだよ、ザラとか。ディスってないよ別に。今見たら俺のメキシコ製だった、悪くないんじゃないので。ボロンズね、ほんとね、店頭で見てもらいたいんだけど、できればリーバイスショップに行ったら各国の商品あるからわかるけど、日本製の501、メキシコ製の501、アメリカ製の501、全然違うジーパンだから見てみて。リーバイスショップ本店だったら各国のがあるから、もう日本製はすごい。まあザラ悪くないけど、ザラね、お茶入れてくる。日本製チャイナ製着れない。あ、確かにドレさんはね、あ、それあるんだよね、体鍛えてる人それ問題があるんだよね。アニエスとか知らない。ディーゼルの話とリーバイスの話してんの知らない。こんななんかオルスノーとかそういう本当のおしゃれはすっこんでろ、そういう話をしてるんだよ。今中学2年生レベルの知識レベルでのマウンティングが始まってるから、本当のおしゃれはどっか行け、自爆でやろうそれは。今は中学2年生の心を持ってどうやって戦うかだから。いるんだよ、中2の時もすげえおしゃれなやつ、成田に住んでるくせに原宿とか行きまくってるやついるんだよ。本当のおしゃれはすっ込んでろよ。いや、リーバイスはガチおしゃれだよ。リーバイスはガチおしゃれだよ。なんて言ったってビッグジョンからリーバイスになり上がったんだから。ビッグジョンのジーパン見てみる？もう半端じゃなくダサいよ。ビッグジョンのジーパンどれくらいダサいか分かってないんだよ。こんなんだよ俺が履いてたの、超ダセーよ。俺ほんと思い出したわ今、こんなんだったわ、ビッグジョン。何これ、こんなんだったわ、こんなん。いやだからこっから来たんだよ俺の歴史は。こんなんだったわ、思い出したわ、
恥ずかしかったわ俺。ビッグジョン何これって感じでしょなんでこんな太ももの太さ計算がおかしいんだって。これビッグジョンのジーパンは嫌だったよ。俺もタイトジーンズ履きたかったよ。みんなみたいにこんなもん売ってたわ。成田のジーンズメイト誰が履くんだよこんなの。履かねえよ。つくんじゃねえよこんな。これがビッグジョンだよ。いやこんなんばっかりだったよほんと。色はいや俺はだからこっちがおすすめかな。今楽しいのはブラック好きなんだけどこっちが楽しい。うん、こっちがすごい楽しい。もうインディコでしょ。ブラックは邪道だからね。いやだけどブラック好きだからパンクスだからブラック好きだけどやっぱこっちだよね。光の加減が、うんうん、だから見て、だからさっきも言ったでしょ、見てこっちとこっち、これここ見て、うん、ほらえどっちだ、ここここのここ、これここかっこいいでしょこれ、ここのここの部分これ、うん、あそうだよ。中学生の時にやっぱリーバイス履けないっていう悔しさから原動力になってるわけだから、やっぱね中学校の時にリーバイス履いてたやつってやっぱね親が甘やかしてたよ、うん、ブラックはね、うん、ブラックは501はない、うん、でメイン100のブラック欲しいってなると多分606になると思うんだけど、うんうーん、どうなんだろうね。俺と同じジーパン履きたいっていうもうガチのファンはもう606のブラック、これ高いけど2発ぐらいするけど、まあこれを履いてたら俺はまあ、あ和道リスナーねっていう、うん、これね、うん、ブラックは色落ち楽しむもんじゃないからね、難しいところだよね。小さい頃リーバイスしかないと思ってた。そう、それくらいリーバイスなんですよ。そう、ブラックは606、本当はねアメリカの要はデッドストックの501の501のブラックとかもあるんだけど、それはもう通販とかなんかこうね、そういうところ探すしかないね。そう、ブラックのメイン100は606なんだよ。でまあ女性もいいと思うよ、タイトスリムジーンズだから。だからそれを楽しむのがショッピングでしょ。うん、まあ505とかもあるしね。うん、俺のイメージはパンクスの黒ジーパンだから、あのボロボロのパンクスの黒ジーパンわかる？ボロボロに履くじゃんパンクスって。ちょっと待って、俺はああいう風にしたいの。ちょっと待ってね、ボロボロに履くじゃん黒いジーパン、わかる？パンクスとかのああいう風な感じにしたいの。汚ねえパンツ履いてんなこいつみたいな、大丈夫かよみたいな、わかる？なんとなくニュアンス、わかる？そう、ラモーンズとかさ、もうあの辺の汚い感じで履きたいんだよね、うん、若い頃、うん、あいいじゃん中古デニム、思い出になるじゃん。いやいいじゃんいいじゃんいいじゃん。あそうそう、シドとかが履いてるような感じでもいいわ。そう、もう汚くボロボロにかっこよく履きたいの俺は。汚かっこいいっていう、不潔感を出したいわけじゃなくて、なんかボロボロのかっこよさってあるんだよパンクスの、うん、待ってね、なんだろうな、ちょっといい画像が出てこないんだけど、
多分パンクがおしゃれになってきてしまってるからな。パンクスがさ、なんでトゲトゲとかさ、そもそもあの安全ピンとか使ってたかって知ってる人いる？パンクスがなんであんなファッションになってるか知ってる人いる？知ってる人いるのかよ、答えろよ。いるのかいねえのか答えろよ。革ジャンをなぜ着てるのかとかいんのかよ。あれはあのお父さんがアメリカとかのお父さんの世代っていうのはローライダーの世代の、つまりチョッパースタイルとかのアメリカンのバイクとかで革ジャンを着てた世代が親父の世代の。だから貧乏な彼らっていうのは服が買えなかったのよ。でその親父たちのお風呂の、要はガレージとかに眠ってる革ジャン引っ張り出して穴開いたりボロボロになってんのを自分たちでメンテナンスして、こういうワッペンとか貼ったりとかパッチワークして穴開いてるのを安全ピンで止めてきてたのが始まりなんだよ。だからそのビビアンとかさ、新しくてかっこいいようなああいうのも、まあ、パンクファッションなんだけど、本来はなんつうの、親父たちのお下がりをかっこよく着たいっていうところが来てんの。金がないけれども、そのなんつうの、俺らもおしゃれしたい精神から来てるのよ。マジマジマジ。だからパン、だから親父の世代、パンクが流行った時代とその前の世代のローライダーの世代、そう、リサイクルのリメイクなんだよ。そうだからあんなトゲトゲとかつけてるわけよ。秒だっけ、うん、秒とか安全ピンとかモチーフなのはそこなの。金がなかった貧乏な世代の彼らの象徴なの。ジョン・ロットンはほんまにおしゃれになれない。で、そこが戦略的にうまかったんだろうね。だから俺はこういう風になりたいの。この人は超おしゃれだよ。これこってこてのパンクス。これ。これは香ばしい。俺の中で。100点。これ、電車の中で見つけたら、ちょっとニヤニヤしちゃう。これ100点。これ100点。ファッション的に。これ100点満点、これ。うん。これ100点ね。これ見たら熱いってなるぞ。これ見たら。後ろ姿でもう物語ってるでしょ。そう、これ100点俺の中で。高円寺にそういるタイプ。そう、そうそう、あるんだよこういうファッションの女の子、かわいい、うん、これかわいい、うん、誰、うんうん、難しいよな、うん、革のパーカーに、革ジャンにペイント、うん、革ジャンにペイント、でもまあ今パンクス見ないよな。今パンクスいなくなったよな本当に。もう俺が引き継いでいくしかないから、もう無形文化遺産だから、無形文化遺産。まあ一部、いや俺はもっと汚く、はい、なんかこうなんだろう、おしゃれパンクじゃなくてもう本当に汚ね、小汚ねパンクスになりたい本当。大丈夫かっていう、うん、タイムスリップしてきたのかっていう感じを出していきたいよ。まあ、そこ難しいとこだよね、うん、不潔なやつになるからね。ただ単に不潔なやつになる可能性高いから、それ失敗系ね、うん、不潔になったらただ嫌われるだけだから女の子に、うん、そう、汚いだけのヒッピーになる可能性高いから、そこは気をつけよう、みんなで。ダメパティーン、
敗ね、失敗。もう悲観にしてけど、もう前髪が残されてないからな、残念なんだよな。ベスパ乗りましたよ。おしゃれバイクじゃん、ベスパは。ベスパめちゃめちゃおしゃれじゃん。スキンヘッドにしたら頭にタトゥー入れたいかな、うん、スキンヘッドにして頭にタトゥー入れたいね。ティム・アームストロングがやってる。てかティムどうした、ティム、ティムがねやばいことになってんだよ。ティムが今ね大変なことになってるから、うん、あのイケメンだったティム・アームストロング、あのマドンナを口説き落としたと言われる最強のパンク界最強のイケメンと言われたティムさん、知ってます？ティム・アームストロング、マドンナを口説き落とした最高にかっこいいと言われたビジュアル、俺はラーズが好きなんだけど、ティムさん今どうなってるか知ってます？ティムさんこうなっちゃいましたからティムさんこうなっちゃいましたから、時代の波には逆らえなかったんですよ。もう大変なことになってますから、ハゲてヒゲでデブだから。どうしたの？こんなかっこよかったのに、うん、どうしたティム、うん、やばいよね。頭にタトゥーガンガン入れてっかんな。いや笑うわ、俺びっくりしたもん PV 見て。悲しかったもん、ちょっと何があったっていう。こんなにかっこよかったんだよティム、こんなに絵にな、むしろビジュアルだけでやってきた部分あったでしょ。何これいやいやびっくりしたよ、どうなったらこうなるんだっていう。なんで こんなイケメンだったのかさ、怖いよな。今じゃこれだかんね、痩せなさいよあんた、スーパースターのパンクスなんだから。ですごいよね、グリーンデーのビリー・ジョー・アームストロングと今やってるからね、すごいよね。これはアームストロング兄弟ですよ、もはや。いやーびっくりしたよ、誰って思ったもん。ボーカルセンターにいるやつ誰だよって俺のティム返せよってなったもん。年を取るってことはこういうことなんだろうな。時間って怖いよ本当に時間怖いマジで。レッチリがおかしいんだよな、レッチリがいくつになっても50過ぎてこんな状態なのがおかしいんだよ。こいつら体鍛えすぎなんだよ本当。カリフォルニアだから、パリピだからこいつら、毎日多分筋トレしてるんだよ。おかしいこれ、どんどんかっこよくなってくる。河本大翔の目はジョン・ライドンの目を真似をしてると思いませんか。わかんないわかんない、うん、あんまりそういうこと言われてもわかんないしか言わないから、うん、いいんだよ、パクってなんぼだから。ヒロトは完コピしてるんだ、うん、わっちり西海岸じゃないから、ね、西新宿だから。プリンセスガーデンっていう曲作りたいな。スカパンクやりたいな、スカパンク、うん、スカパンやりたい。
かっこいいの。まあでもね、写真でね、なかなか中学2年生の時の俺が見たらなかなか仕上がってると思うよ。中学2年生の俺にこの写真を見せてあげたい。あの中学2年、あのね、ちょっとウエストポーチがもう一個欲しいのと、バムフラップがやっぱ横に垂れてないとあれなんだけど、なかなか仕上がってるよ。なかなか。まだ腕のジャラジャラがちょっと足りないけど、なかなかいい線来てるから、俺の中では。なかなか来てる、うん。いいよ。靴はね、俺ね、こだわりがあるんだけど、俺は今、オールスターの、まあ、リスナーさんからもらったのと、自分で買ったの履いてんだけど、今はこれかな。こっちがメインで、これがリスナーさんにもらったやつで、うん、この2つ、真っ赤な、真っ赤、もう全部赤のオールスターで、こっちはね、あのおしゃれ履き用に綺麗に履こうと思って、そう、うん、革靴が好きなんだけどね。俺はね、あれが欲しいの。俺が本当にこれだって決めてるアイテムが、ちょっとパンクとは全然違うんだけど、紹介しちゃうか。本当に欲しいやつね。いやー、これあんま言いたくないんだよな。パクられるからな、ドレさんに。絶対俺のことファッションリーダーだと思って意識してるから、ドレさん。ドレさんすぐパクるから、ドレさん聞いてないかな、大丈夫かな。俺がメイン化けしたいのはこいつですよ。高いんだよ、10万すんだよ。オールデン V チップコード版。これ履いてたら、わかる？あのファッションにこれ履いてたらえぐいでしょ。の赤なんだよ、俺が欲しいの、赤。わかる？俺のセンス。足元だけは、足元だけはやべえじゃんっていう。こいつわかってるわっていう。これが俺のおしゃれポイントだ。いきなり渋くなったでしょ。これをバカバカしたいんだよ。コードマン V チップ。オールデンのコードマン V チップですよ。赤。赤茶。これでしょ。高いんだよ。これで、あのファッションはもう完成でしょ。俺の中で。こいつが俺が手に入れたい。ガキの頃からこれだって思ってた。もうこの靴だって思ってたやつ。うん、コード版はえぐいよ。えぐいよ、コード版は。もうこれは憧れだよな。靴好きにはたまらんだよ。これはね、10万する。これは10万します。はい。なんでだって、コード版の一点作りだからね。だね、コード版が持つ独特の光沢よ。この光沢よ。あ、まあ、これはダメ。あの、使っていくごとに、この、まばゆい光沢を帯びてくんだよ、コード版は。うん。いや、新品で10万ぐらい。ただね、あのね、入ってこない。もう、あの、なんだっけ、ユナイテッドアローズにちょいちょい顔出してるんだけど、あのね、年に1回入ってくるか入ってこないか、あと三越か。三越と、もう、あの、ユナイテッドアローズしか扱ってないのよ。だから、もう、まあ、三越、どうなんだろうな。まあ、これはまだいいかな。まだ身の丈に合ってないから。まだいいや。まだいいや。うん。まだ早えな。俺の中では。新品で10万ね。中古だと6万ぐらいだろうけど、中古は履きたくねえな。実はだから、まあ、これも一生もんのアイテムだよな。
これはこれでね、オールデンはいいメーカーなんだよ。あー、オールデンは、いやー、自分なりのファッション完成させたいな早く。あーかっこいいね。この人がボーイ・ジョージさんか。めっちゃかっこいいじゃん。わあ、この人かっこいいじゃん。めっちゃかっこいいじゃん。何これ、かっこいいね。この人、この辺に親近感が半端じゃなくあるわ。あ、かっこいいわこの人。この辺に親近感半端じゃなくある。俺いいよ、かっけえ、いいっすね、いいっすね。いや、この路線だよ。そう、この路線を極めたいんだよ、この路線を。そう、激痩せしたんだ。まあ、だからなんかな、でもね、俺ね、ちょっと腹立つのがね、荒野がね、毎回ね、俺の服バカにすんの。なんか俺の中で最高のおしゃれをしてね、やっぱ企画に臨んだ時ね、大体荒野がね、近くに寄ってきてね、和道さんなんすかっつって半笑いであいつ寄ってくんの。どこで売ってんすかそれとか。そう、ちょっと荒野腹立つんだよ。俺のファッションをちょっと小バカにしてるんだよ、あの子は。こうやくんは俺の最高におしゃれな、あの勝負服何個かあるんだけど、あのなんだ、エスニックファッションをいじられてんだよ完全に。和道さん、その服なんすか、その服なんすかって。くそー、こうやをギャフンと言わせたいね。こうやをファッションでギャフンと言わせて、カレー、テルジャミはカレーでギャフンと言わせたいよ。あいつら許せねえよマジで、あの二人許せねえから、うん、ガキにわかんねえよ俺の良さ。ふざけんじゃねえよキッズがよ。今日天気いいな。本当に雨降んの？めちゃめちゃピーカンだけど。うん。めちゃめちゃ外ピーカンなんだけど。天気めちゃめちゃいいよ、今日。やばくない？ピーカンなんですけど、ピーカン。取ったな、痩せなきゃ。捨て頃終わったら痩せます。直樹兄さんぶっ飛ばすためにちょっと増量中なんで、すいません。体重75キロで人生初の限界突破したかんね。人生72キロがピークだったんだけど、75まで上げたかんね。重いよ今パンチ。リーバイス買うの今日。いいじゃんいいじゃん。リーバイス大事よ、憧れのリーバイス、一生もうだからね。ただメイン100ね、もうどう転んでもメイン100以外買わないで、許せねえから。メイン100以外許さないから俺。今日リーバイスショップ、いや放送できない、うん。
リーバイショップ行かないよ今日。はい、ワドツいらっしゃい。シャカとペコの日光浴な、気持ちいい。シャカお腹生えてきたね。シャーちゃん伸び伸びジーンズ許さないから、ほんとそんなのユニクロ履けって話だから。シャーちゃんペコ、シャーちゃん、シャーちゃん毛並みいいな。あ、ペコか、ペコ、シャカお腹生えてきたね。可愛いでしょ。シャカ、うん、仲良しなの、仲良し、うん、よしよしよし、ペコ可愛いね、ほんと可愛いな。文章、文章にも、文章も可愛いよ。文章もおすすめだよ。鳥はいいぞね、ペコ、うん、仲良し、喧嘩しなくなったね。よし、じゃあもう十分語ったな今日は。今日はじゃあそろそろ終わりにするわ。じゃあみんなありがとね。じゃあお疲れ様でした、ありがとう。